大ら海塚は岩手県大船渡市赤崎町麻台道にある縄文時代晩期の海塚。2001年8月13日に国の史跡に指定されている。東北地方北部の太平洋岸には変化に富んだ雄大なリアス式海岸が発達し、特に三陸海岸は豊かな漁場としても有名で、その中央部に大船渡岸が位置する。大船渡岸は 北方の内陸に向かって大きく湾入し、自然の良好、巨場となっている。その沿岸には16箇所の縄文時代の貝塚が分布し、湾口部東岸のタコの裏貝塚と西岸の下線渡し貝塚は1934年に史跡指定されるなど、この地域は貝塚密集地としても全国に知られている。本貝塚は湾王の東岸に位置する。 縄文時代晩期の貝塚であり、後の入線が形成した、戦場地の南東から絶上に張り出した、標高31メートルの丘陵を中心に立地する。海層は、絶上大地の北と南の寒斜面に、それぞれ2カ所ずつ分布している。1925年に、東北帝国大学が発掘調査し、各地点の貝塚は A、A、B、C とアルファベット順に命名され、 それぞれから出土した土器を標識にして、縄文時代番記全般の変年を示す大洞 B、BC、C1、C2、A、A 式と呼ぶ河原家の処刑式が設定された。この処刑式は、東北地方から北海道南部を中心に広く分布し、この遺跡が標識遺跡となっている。また、貝塚は良好に保存され、 優れた骨格器や多くの食料残子が出土し、この地域の漁労の実態をよく示している。大船都市教育委員会は、本海塚の重要性を認識し、遺跡の保存を目的に1994年度から、範囲、性格を確認するための発掘調査を継続して、実施してきた。本海塚は、南北間斜面に、海塚が形成され、第一町部の東側に墓域があり、 西側の貝塚に囲まれて居住域が広がっていたと推定される。それらを中心にして、さらに広い範囲に万気の異物が放含されている。海藻は厚いところで1メートル近くに発達する。ビーチ店貝塚の分析結果では、貝類は圧倒的にアサリが多く、哺乳類は日本自会の獅子を主体とし、魚類はカレーか、アイナメ、サバ族、マフグか、 鈴木の順に多くの骨が発見され、鳥類は眼ンカモカ、ウカなどがわずかに知られる。出土遺物は晩期を中心とした多くの時、石賊、石水、石碑などの石器、釣り針、骨賊、組み合わせ式を含めたヤス類、塩尾型などの森頭類、骨べらなどが出土した。また、石賊装着の根ばさみ、先行された人の摂取、被水性などの玉類、 土偶、ボタン浄土製品なども発見されている。本貝塚は、東北地方北部の太平洋岸に発達した、大船渡安貝塚群を代表して、当時の制御、生活の内容を典型的に示すとともに、学史的にも、縄文時代を代表する遺跡であり、極めて重要である。よって史跡に指定して、保護を図ろうとするものである。ありがとうございます。